はい、おはようございます。ウグキャットです。今日はですね、ウォーターカラー透明水彩を描きたいと思いますけれども、この絵の場所はユニオンスクエアという場所です。14丁目ですね。ここはですね、何でしょうね、だいたいグリニッジビレッジとかね、いわゆるダウンタウンとの境になるんですね。で、ここのね、ちょっと下に下がったところにワシントンスクエアパークとかね、また他の公園もありますけど、ここのユニオンスクエアパーク、ここのね、絵を今日は描きたいと思います。今までセントラルパーク描きました。ワシントンスクエアパークも描きました。ここも、2,3 描いてきましたが、この YouTube チャンネルでは描いてなかったなと思いましたので、実は今日はここの絵は、ね、どこから見てる絵かというとね、この14丁目のところにホールフーズというお店がありまして、そこでねコーヒー飲むところがあって、窓がね、大きくあるんですね。で、まあ、そこ2階ですね。そこから見てる風景、広くね、そこの公園が見える場所なんですよ。ぜひによく来たらね、立ち寄ったらどうでしょう。そしてこのユニオンスクエアはね、僕はよく画材を買いに来るとこだったりね、します。また昔僕、ニューヨークママサロンさんというところがこの近くにありまして、でそこでねお母さんと赤ちゃんかな、お母さんのためのウクレレ教室みたいのを8年ぐらいやってましたね。いやまあ今でもね、もしね何かあったらね、お誘いがあったらいつでも行きますけどもね。ということで今日はユニオンスクエアね、公園なんですけども、天気のいい日の絵を描きたいなと思って、なんでかっていうと今日はね朝からずっと、曇りでした。で午後になるとね、雨が降っちゃいまして、この時期3月やっぱね、天気がね曇りがち、そして雨が多いですね。ニューヨーク結構雨の日曇りの日が多くて、時々パッて晴れるみたいな感じで、少しずつ暖かくなってるんですね。大体晴れてる時は寒いんですけど、冬の天気暖かくなると春になる、暖かくなると曇りとか雨なんですよね。でそういうのをやってるうちにだんだんね、三寒四温で暖かくなって、ニューヨークもね四季がありますから、そして、冬をね、バイバイって言って、桜が咲く季節になりますけど、ちなみに今日はね、散歩朝してたらね、桜がね、何箇所か咲いてましたよ。多分でもその桜はちょっと寒桜系だと思います。ということでね、お散歩最近始めてます。いや曇りの時でもね、雨が降らなかったら散歩しようと思って、朝ヨガやってね、夜もヨガやって、ね、健康でね絵を描きたいのでね、また音楽やりたいので、ということでね、今日はね今上にペタッと貼ってるね写真、あそこがまあできた写真になって絵になっておりますけど、まず第1層目のファーストウォッシュのところ、大きく、空のところ、建物のところ、そして手前の公園の、なんていうのかな、人が歩いてるところとかね。今回人をねちょこちょんちょん描きましたね。これはまあよくなんだっけ、スーラーじゃないね、印象派のちょっと名前が出てこないけどね、この人を描く、こういう描き方もありますね。なんとなくわかるよぐらいにちょんちょん描く。そうするとね、結構僕人描かない場合が多いんですけど、また描くとね、ニューヨークらしさがなんか案外増しますね。ケースバイケースなんですけど、静かな絵を描きたい時もあるけど、案外こういうような建物の絵の時は逆に人がアクセントになりますね。そしてなんかこう、生きてる感というか、なんていうかな、躍動感であったりとか、なんか、雰囲気が出ますね。なかなか僕はあんまり人入れたくないっていうところがあるんですけど、静かな絵を描きたいみたいな。ニューヨークの街らしさを出すと、静かであっても、こう、やっぱね、人がいっぱいいる、むっちゃいるところですからね。
まあそこにまた人が全くいないっていうのもなんか不自然なリアリズムでもないような気もしますのでね。まあこのようにやると、皆さんが生活してたり、憩いの時間を楽しんでる雰囲気がね、伝わるかなと思ってね、書いております。手前のところね、のとこ、青いところ、ここ影です。建物の、自分が今ね、ホールフーズの建物の方からの影ですね。だから南側の方から大きく影が、バーッとそういう公園にかかってる状態です。でそこら辺もなかなか面白く描けるかなと思って、日向のところ、日陰のところ、やるとなかなか対比になってね、面白いかなと思います。このか、始めを描くときにどういう風に描いていこうかなって思ったけど、建物だからね、今回、最近はなんか建物し、結構細かくしっかり窓描いたりとかね、していこうかなと思って、まあそういう風な感じも面白いかなと思って、結構細かく、建物を描くっていうのが一つの課題になってます。最近僕ね。で、それで、描いてます。で、はじめね、定規をね、持ってね、パースとかやると思ったんですけど、なんかね、定規持ってやろうと瞬間したら、自分の心が嫌がるんですね。嫌だなと思って、なんかね、絵が硬くなるのと、フリーハンドで描いた後に、いくつかの建物をね、建物だから、しっかり線をね、切ってやろうとした瞬間、ちょっと、んって見て、いやー、これ、筆致合わないし、あんまり良くない、いいことないっていうか、バランス悪いなっていうかね、やっぱ僕の書き方にならないなと思って。やっぱその全体の自分のその筆でね、もう定規使うんだって、徹底的に定規使って、製図の絵のようにやるような人だったらいいと思うんだけど、なんか、いきなし、僕の筆致のときに、いきなしそのような線が入ってくると、非常になんか不自然で、逆なリアリズムがなくなるというかね、感じがして。だから、なるべく、自分の手で丁寧に線を引く、多少曲がるが雰囲気が出る方が全然いいなと思って、途中、初めのもうすぐ、筆1、2本入れた段階で、やっぱ違うと思って、その後描き続けました。やっぱ絵ですからね、僕らが描くの写真を写して写真通りにするんだったらそういう人はね写真コピーしてただ転写してでそれにやればいいわけで絵を描く場合は、そうじゃない方がやっぱ楽しいしその人その人のねやっぱ個性が出たり。視点が出たり創作の面白さなんていうのが出てくるわけですからね、まあ、同じそのスケッチ的なものであったり写生的なものであったり、であってもやっぱそうだなと思います。まあ作品作りをするときには特にそういうことがすごく大事になるんじゃないかななんて感じてます。去年はね、僕的には可愛い、面白いっていうかね、なんかすごく、いい感じ、楽しい感じかな。街の中にある人の活気であったり、ニューヨークの明るいね、街の、なんていうのかな、真昼間のね、絵っていうのは今まであんまり描いてきてなかったような気がするんですけど、これやってみて今日なんか楽しいなと思いました。こういう作品をうまく描こうとかそういうふうなことじゃなくてなんかそういうふうになんか伝わるかなとかねそういう方のが大事だなと思って今日描いたらなんか楽しくなりましたね。なんていうか自分の原点みたいなところにやっぱ立ち返ってみるとそういうことの方が大事ですね。もちろんね上手に描けたことにはねしたことないけれども、まあ長い絵を描いていくね、描いていくぞって決めたのならね、まあそういうことは一番楽しいことなのでね、そして自分の絵を失わないためにもそういうことが大事なんじゃないかなって思います。
そういえば最近あの、ま、なんかニューヨークに来た時にスケッチブック持ってきたんですけどね、そのスケッチブックとか見てみたら、あ、なんか色鉛筆でね絵が描いてあったんだけど、なんか懐かしいなっていうのと、自分の絵ってあこうなんだなみたいなことをね、あ、僕の変わらないところの絵っていうのがのあれがあって、こうその形みたいのが なんちゅうの形というか、なんて雰囲気とかね、なんていうのかな、最近そう自分 で自分のそういうものもね見てなんか分かるので、あ、それは大事にしないとなと思って、なんかモノマネみたいになっちゃうと良くないなとかね、あるなって。で自分で結構自分で自分のことが分かるっていうのはある意味大事なのかなって思います。で自分のなんか僕の僕がやっぱ前も言ったことあるかもしれないけど、僕の音楽と僕の絵ってすごく共通してるなってなんかすごく思うし、と暗くしようとしたり、あのすごいなんちゅうのかな、あの怖いものにしたり暴力的なものにしたりってことができないんですよね。音楽もそうだし絵もあまりおどろおどろしいものとかすごい汚いものとか描けないんですよね。っていうか拒絶しちゃいますね、あ、僕はね。やっぱなんか絵は僕にとってやっぱ絵画っていうのは美術だかなんですよね。だからもし芸術ね、アート、芸術アート美術って言葉があったらあってね、何をあなたはやってますかっていう時に、まあ人はアートね、アートアートって言うけど、あと芸術ってこともすごく僕もずっと言葉も使ってきたんだけど、音楽でもなんかやっぱ芸術ちょっとある意味すごくテクニック的なところがすごく強いような気がするし、言葉だからね。アートっていうのはなんか今の現代なんかやっぱ日本の芸術とアートってすごい違うんですよね。こっちで住んでるとすごくそのアートと芸術がどうも違うような気がするし、日本それと同時に日本で言ってる芸術とアートって違うような気がするっていうかね、なんていうのかな、まあ何でもありで良くなっちゃったとこあるじゃないですか、20世紀とかね。まあ、何でもありもいいんですけど、いいのかなとかね、どうなのかなとかね、あの音楽もそうだけど広い概念になってくるしね、まあ概念ですよね。だから僕はやっぱ美術やっぱそんなにどんどん広げていくっていうのもあるかもしれないけど、美しいあのなんていうのかな、美の術でありたいなっていうところはありますよね。美しい、自分が美しいなって感じるものをやっぱね描いていくっていうのがやっぱいいかなと思います。でまあ もちろんそれがね人によって違う。僕は雲とか蛇とか嫌いだからね、あのでも雲ちゃんとか蛇ちゃん好きな人 とかもいるしね。僕は猫ちゃん好きだから猫だけど、猫ちゃんがあんまり好きじゃないとかね、可愛いと思わない人もいるだろうし。ね、トカゲとかが大好きな人もいるかもしれないしね、わかんないけど、まあだからそここそが美意識だと思うので、それぞれみんながね持つ、感覚だと思うから、だからそこはねあの譲れないですよね。みんなね全ての人がそこは何ていうのかな、大事にした方がいいのかなっていう気はしますよね。それをまた人に強要するでもなく楽しんでいければいいんだろうし、また共存していけたらいいのだろうし、まあそれこそが本当のダイバーシティっていうねことなんだと思うんですけど、あの自分のね、美術をやっていきましょう、楽しんでいきましょう、そう最近特に思うクキャットでございます。まあ、音楽ではねそういうことをすごくずっと感じていて、生徒たちにも言ってきたし、あのまたねそういう風に、捉えてくれる人たちがいっぱいいてね、みんな音楽プロになった人たちもいっぱいいるしね、活躍してますね。そういうのを見てるとまた楽しいななんて思うし、さあこういう
なんかやっぱニューヨークの街を描くと街を描いてる作家たちの絵をまた見たくもなりますね。あと他描いてない街っていうかね、場所があるんですよ。例えばニューヨークだったらタイムズスクエアとかまだ描いてることないんですよ。ギラギラネオンがいっぱいあったり、ああいうのもね、そのうち描いてみようかななんて思いますけどもね。僕が描いたらどうなるんだろうななんて自分でも思いますけどもね。やっていくうちにね、いろんなものにまた影響されたり、素材に影響されることもある、モチーフに影響されることもあるだろうし ね、ね、いろいろ面白いことが発奮してくると思いますね、起きてくると思います。ということでマスキングテープを踊りました。こういう感じになりました。なかなか、かわいい、かわいい、なんか自分ではこれかわいいなと思って見てますけどね。かわいい、綺麗な作品になったかなと思います。いい 色合いかなと思います。皆さんもね、ニューヨーク来ることがあったらユニオンスクエアもね、なかなかいいところですよ。若者はね、やっぱりニューヨークスクエアとか下の方にいますね。学生はね、NYU、ニューヨーク大学がね、ワシントンスクエア。で、ここら辺も、やっぱあと、パーソンズとかね、要はね、美術のね、学校もいっぱいあるんです。あと、イラストの学校とかね、あるんですよ。ということで、ウッギャットでした。バイニャー。